皆さんこんにちは、ハルです。今回は曲げ木に挑戦してみます。まずは帯鉄というものを作ります。大きいバンドソーのブレードを流用する人が多いみたいですが、そんなものはありませんので 0.5 ミリのステンレス板を用意しました。今回曲げるのはこのヒノキの角材18ミリです。初めての試みなので、とりあえず細めの材をチョイスしました。帯鉄は曲げる材料の長さに合わせて作ります。長すぎてはダメです。このジグは15ミリのパイン修正材を2枚貼り合わせて作りました。びちょびちょに濡らした布でくるんだ材料をアルミホイルで巻いていきます。アイロンの温度設定は強にします。1箇所につき5秒から10秒アイロンを当てていき、4面まんべんなく加熱します。目安としては厚さ10ミリにつき10分、今回は厚さ18ミリなので18分となります。
クランプも行っちゃいました。さあ、3度目の正直でいけるでしょうか。なんかいい感じですね。硬いです。おりゃーっと、ここまで来ましたが、クランプが近くにない。準備不足ですね。なんとか曲がったようです。まだ3時間ほどしか経ってませんが、とりあえず外してみます。
ちょっととんがってますね。クランプをもっとうまく使えば解決できそうです。布のシワになった部分がそのまま出てますね。最初に巻くとき、きれいに巻いた方が良さそうです。はい、3本目を加熱するとき何をやったかですが、撮影してなかったので再現してみます。こうやってアイロンを当ててるうちに蒸気があまり出なくなってきます。そうしたらこうやって小口から水を入れてやります。下からポタポタと落ちるぐらい、せっかく温めたのが冷めてしまうのではという懸念もありましたが、それほど影響はないようです。それよりも水分が抜けてしまう方がまずいようですね。15分ほどアイロンを当てていたんですが、その間に2回水を足しました。蒸気を切らさないというのが肝のようです。いかがだったでしょうか。曲げ機というと敷居が高いイメージでしたが、大きな設備がなくてもできるということが分かりました。表現の幅も広がりますね。皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。